レゴスウェーブ、今回はいろんな観点からご紹介させていただきます。いつも話題になるスウェーブ、去年はスターウォーズ旋風を巻き起こし社会現象になり、映画に匹敵するぐらい話題になったのは皆さんもご存知ですよね。そして今回はレゴスウェーブが炎上しています。まずレゴスターウォーズには20年以上の歴史があり、過去20年でこれだけのスレーブが発売されました。そしていつも再販されるたびにファンはがっかりしてきました。しかしこのスレーブはターゲット層が違います。レゴスターウォーズさんは今年から激安商品をたくさん発売してくれました。正直スターウォーズは高すぎて買えない、高級品すぎる、まさにそのような方々がターゲット層になっていて、驚くことに今年発売されたタイファイター X ウィングは従来の半額で、スレーブに至っては従来の半額以下の価格でリメイクされました。驚くのはこれだけではありません。圧倒的なコストパフォーマンスもさることながら、クオリティ、製品の品質もお値段以上になっていて、まだスレーブを持ってない方には激安神商品となっています。そしてレゴスターウォーズは20年以上の歴史があるので、すでに何台も購入している方もいるので、人によって大きく評価は変わってきます。そしてボボヘッドの宇宙船という製品名でも大きく炎上し、数多くの YouTuber が製品名に対しての動画を投稿してましたよね。ボバヘッド、英語では奴隷、ディズニー的にはやはりブランドイメージ、企業イメージを守るためにボバヘッドの宇宙船と改名しました。それでは本題のレビューに参りましょう。まず謝罪させてください。誠に申し訳ございませんでした。僕は過去にこのスウェーブ、こういう風にするとコックピットもね、しっかり着陸体制と飛行モードでね、動くっていう風に説明しました。それはね、大きな嘘でした。公式さんのビデオを見た感じだと、てっきりそのような仕様なのかなと思ったんですけど、はい、コックピット部分が稼働するのではなくて、はい、この両サイドの翼がね、稼働するっていう感じになってましたね。わかりますかね？ちょっと動画だとね、わかりにくいんですけど、そこまでシームレスに動くっていう感じではないんですけど、着陸体制だと翼が平行になって、はい、飛行モードになるとちょっと動くんですよね。まあこういうギミックがございます。価格もパーツ数もがっつり減ってはいるんですけど、決して見た目は悪くありません。スレーブ独特のこの滑らかさ、しっかり表現されてますよね。大きなパーツをたくさん使ってるのが特徴で、この翼部分の付け根、ここら辺もね、しっかりとね、滑らかさが出てますよね。そしてこの翼部分もね、結構クオリティ高いし、いい感じに仕上がってますよね。機体後方部分、前方と同じくパーツ数が減ってはいても、しっかりと滑らかさが表現されていますよね。特に大きなパーツをね、たくさん使ってる、ラウンドパーツをたくさん使ってるっていうのがね、やっぱり特徴的ですよね。しっかりとキャノンもね、2乗ございます。機体後方部分ですね、前方と同じくラウンドパーツたくさん使われています。パーツ数が減っているとは思えないぐらい滑らかさ、自然さがありますよね。そして今回のスレーブにももちろん冷凍キャラクターが付属します。大きさこそは違うものの、しっかりとね、こちらのハッチを開けてカーボン冷凍されたキャラクターが出てきますね。ちなみにこちらの商品、マンダロリアンの商品ということなので、残念ながらハンソロではありません。しかししっかりとね、カーボン冷凍されたパーツが付属するのは嬉しいですよね。そしてこちらのスレーブ、2019年のスレーブと比較しても勝る点がいくつかあります。まず一つ目の点がこの後ろ側ですよね。やっぱりね、この船の後ろってかなり大事なのかなと思うんですけど、かなり細かくトランスオレンジのパーツも使われているっていうことなので、もうかなりクオリティは高いですね。もう映画の雰囲気ね、結構そのまんま出てるんじゃないのかなっていう感じはします。そしてこの後ろ側のエンジン部分なんですけど、特にギミックとかはありません。しかしハンドルはございます。ハンドルをひょいってあげてね、手に持って遊ぶことができますね。これはね、嬉しいですよね。これは2019年でもハンドルはありました。そしてこの左右の翼なんですけど、2019年の方とこれは同じなんですよね。そんなにシームレスに動くっていう感じではないんですよね。どうですか？まあだからここはダウングレードしたっていう表現はね、間違ってますね。2019年とほぼ同じ規格の翼になってますね。2019年のスレーブも残念ながらね、シームレスには動かない。まあこれはね、仕方がないのかなっていう感じですね。そしてこのスレーブ、本当にどこから見ても自然ですよね。上から今見てる感じではあるんですけど、本当にね、滑らかさ、自然さが出てますよね。はい、緑のパーツ、シールが2つ貼られています。そしてしっかりね、スタッドシューター2つあります。ここら辺もね、映画のスレーブを結構そのまま再現してくれてるのかなって感じですね。こちらのスレーブ、コックピットがね、動かないっていうことなので、飛行モードの時はこのように、ね、つけてあげます。ちょっとね、このボボヘッドのアンテナが下がるのが気になりますかね。やっぱりね、穴が弱まってね、ポロポロ取りやすくなるっていうのがあるので、これはちょっと残念かなっていう感じですかね。
しかししっかりとこうやってねボバヘッド乗せて遊ぶことができますね。これがね飛行モードの時ですよね。続いてコックピットの中ですね。結構狭いといえば狭いんですけど、これだけ狭くてもねミニヒグすっぽりと入るんですよね。実際にミニヒグ乗せていきましょう。ジェットパックをつけててもはいしっかりとミニヒグ乗せることができますね。そしてこういうものもあります。スタンドではあるんですけど、スレーブの機体に乗るときにこんな感じでね遊ばすことはできますよね。用途がね結構幅広く使えるような感じのスタンドになってますね。スタンドの裏はこのような感じになってます。まあスタンドねついてるのは非常に嬉しいですよね。2019年のスレーブスタンドなかったので、着陸体制でしかね飾ることができなかったんですけど、今回のスレーブさんはしっかりとねスタンドに立ちかけて飛行モードでもねこのように飾ることができますね。これはね非常に嬉しいし、まあある意味にアップグレードとも言えますよね。そして気になるスタンドの強度なんですけど、まあなんていうのかな、まあ、ちょっと揺れるとやっぱりちょっと落ちるのかなって感じですね。今ちょっと揺らしてるんですけど落ちないですね。ただどうかな、あ結構いけますね。あ落ちましたね。まあある程度大丈夫っていう感じの強度になってますね。やっべ傷ついた。2019年のスレーブとサイズ比較するとこれだけの差はあるんですけど、正直2019年のスレーブは大きすぎてね手に持って遊ぶのがね難しい、置き場所も厳しいっていうことがあるので、やっぱりこの小さなスレーブ本当にサイズ感バッチリいい感じかなと思いますね。置き場所にも困らないですし手に持っても遊びやすい。続いてミニフィグなんですけど、こちらもね人によって大きく意見が変わりますよね。デンジャリン、ちなみにこちらのミニフィグ、この3つの商品に付属しております。いつも同じものばっかり発売するなよって思ってる方非常に多いですよね。まあ、今回ねちょっとファンの方が一部怒ってる理由、これもありますというよりもこれが結構大きいのかもしれません。そしてこのデンジャリン、もうドラマの方ではね顔が何回も出てきているキャラクターっていうことなので、やっぱりファンの方はねいい加減顔パーツ新しいものに変えろよっていうね意見もありますよね。続いてボバフェット、こちらの商品だいたい7500円前後するんですけど、やっぱりね昔からレゴスターウォーズを集めてる方っていうのはねスレーブが発売するのを何回も見届けてるってことなんですよね。そしてスレーブを何台も持ってるっていうことなので、今回こちらの7500円前後の商品を購入してやっとこのミニフィグを購入するっていう感じです。つまりどういうことかっていうと、昔からスターフォースファンをやってる方はこのミニフィグを7500円で購入するようなもんなんですよね。これがね一部のファンの方が怒ってる原因ですね。まあある意味超ウルトラスーパー激レアミニフィグっていうことになります。ただ先ほども申し上げた通り、スレーブをまだ持ってない方からすると超絶神商品なんで、持ってない方はね全力でね購入してください。本当におすすめの商品となっております。もうガチ勢の方はちょっとねかわいそうですけど、まあボバヘッドドラマのキャラクター一応新キャラっていうことなのでね、まあそこはねお金使って購入してみてはいかがでしょうか。ヘッド部分かなりかっこいいですよね。やっぱり高い高級ミニフィグっていうだけあって、しっかりヘッド部分もね再現されてますよね。やっぱり年をとってね顔傷だらけになってたってことなので、まあドラマの雰囲気結構再現されてますよね。使い回しでもありませんし既製品でもありません。このボバフェットオリジナルのヘッドっていうことになってます。これは嬉しいですよね。そして高級ミニフィグっていうこともあって、しっかりとね腕にプリントもありますよね。まあ高かったって言えば高かったんですけど、満足のいくミニフィグになってますね。ちなみにブラスターも付属します。2019年のボバフェットを用意しました。ちょっと今パッてね年数が出てこないんですけど、2、30年ぐらいで合ってますかね。数十年の時を経て、はいこの若かりし頃のボバフェットからこちらのねボバフェットに変わりました。まあ、ボバフェットっていうのはね等倍で年を取ります。一般のトルーパーは2倍で年を取りますよね。比較するとこのデザインの違いよくわかりますよね。そしてジェットパックのデザインに関しては同じような感じになってますね。そしてマスクですね、ドラマではピッカピカのマスクに変わってたっていうこともあって、はい昔のマスクからピッカピカの新品のマスクにリニューアルされてるのも特徴的ですよね。マスクの裏はこのような感じですね。マスクそのものの根本的なデザインは同じになってますね。これはマンダロリアン共通なのかもしれません。いかがだったでしょうか。こちらのスレーブまだ1台も持ってないっていう方はねとんでもなく神商品となっておりますので、かなりおすすめですね。そしてスレーブ過去に何台も購入した方、踏みとどまってもいいのかもしれません。ドラマボバヘッドが放送されますよね。どう考えても主人公は何回もね使い回しで発売される傾向があるので、このボバヘッド再販されるのは時間の問題ではないんでしょうか。
よかったらあなたの考えも教えてください。そして皆さんにお願いがあります。チャンネル登録をしてくださるとモチベが上がるので、よかったらチャンネル登録をして応援してください。ご視聴いただきありがとうございます。